子供の未来を作る家、コスモホーム。じゃん。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、朝からルームツアーということで、完成する前の建物をご案内したいと思います。見ての通りですね、黒い外観、もうシンプルな、デザインになってますね。で、軒先がずっと横に一直線に伸びてて、水平ラインがあってですね、まあ、建物的にはだいたい35坪ぐらいの建物になりますけども、ここはですね、すごく眺望がいい山という小高な丘の上に立ってまして、2階からの景色が最高な場所になります。ですので、2階リビングな、この間取りになってますので、ぜひそれをですね、皆さんに見ていただきたいなと思っております。それでは、行きましょう。まず外観からいきましょうかね。はい、外観からいきましょう。こちらの方にですね、こう表札がありまして、このインターホンがあります。で、インターホンを道路の近くにこう寄せるとですね、お客様が中まで入らなくてもピンポン鳴らせるということもあります。そのためにはこういう、はい、なんかこうそういうものを置くような、ものが必要だということで、木の壁を作ってありますね。でその奥からこうアプローチ行くっていう風なんですけど、当然緑があってですね、この緑を感じながらこうアプローチするようなことになって、あそこにグリーンのですね、ポストと宅配ボックスがありますね。今回はそんな形で設けさせていただいております。でこちら南の方回っていきましょうかね。はい、南の方に回ってきまして、2階の方に大きな窓、そして大きな窓ありますね。でずっとこちらにパーゴラ、はい、ここに日よけと、もし夏の場合でしたらヨシズをですね、すだれとかですね、かけたり、ヨシズ上に乗っけたりしながら日陰を作る空間になります。で下の方にはですね、ハンモックとか引っ掛けれるような、少しこう雨が降ってもですね、物が干せるような空間にもなってます。はい、ちょうどねハンモックかかってますけどね、そんな状態になってますね。で全体が黒い、黒のガルバリウム鋼板の、仕上げになってますので、ほとんどメンテナンスもですね、あまり、かからないという形になります。で2階のこの大きな窓があるんですけど、この窓は引き込みになって、こちらの方にずっとこう、引き込んでいく戸袋みたいなものがですね、木の、壁で作ってありますね。あそこに、サッシがこうずっとこちらに引き込んでいくような形になります。はい、ということで全体的には黒いもので、黒の箱っていう形になってますね。じゃあ中行きましょうかね。もう一つ肝心なことですね、ここに駐車場の土間がありましてですね、土間というのは全部、コンクリートで打っちゃうっていうのもあるんですけども、コスモホームの場合は1メーターごとにスリットを入れまして、こうランダムな形になってます。なぜそれかというと、こっちからずっと見ていただくと分かるんですけど、ちょうどですね、軒先の水平ラインがあって、でこの道路に対してこの水平のラインの延長でスリットがずっと横になってくると、ラインがずっときれいになってきますよね。ですので、この建物の垂直ラインだったり水平ラインに合わせて、これも横のスリットになっています。でもう一つ、これ、なんでこれ隙間が空いてるかといいますと、どうしても車がこう乗るとですね、荷重かかってですね、クラックですね、ひびが入ったりするケースがあります。けどこう単独であるならば、こう荷重が分散されるので、クラックが入りづらいというのもあります。あとここで洗車してもですね、水はけがちゃんとできるので、そういうことも踏まえてスリットがいいのかな。あとはここの仕上げ見ていただくと分かるんですけども、仕上げの形がですね、こうダンピングって土間を抑える空物があるんですけど、それでこうひし形にこうあえて柄がつくようにちょっとしてあります。これで一応ノンスリップっていうか、滑り止めのことにもできますので、そんな形にしてありますね。はい、じゃあ早速中入っていきましょうかね。はい、いつもの、玄関ドアなんですけど、いつもこれ木製の玄関、ちょっとこうハイドアになってますね。2メーターよりも高いものになります。でいつものような船舶照明で、軒先がスーッと通るような、ラインになってますね。
でここはですね、今回電子錠みたいになってまして鍵穴がないんですね。でここで自分のそのカードみたいなものを持ちながらカチャっていって開けるような感じになってます。で入っていきますね。はい、玄関の方入っていきますと、玄関横にウォーキングの、シューズクロークがあります。はい、でここに靴を置く、まあ、家族の動線はそこに行くということですね。で普段はこちらの方にずっと来まして、ここからまっすぐ。で土間の仕上げはですね、洗い出しって言いまして、砂利を、モルタルにこう混ぜながら後で洗い出す形になってますね。であとここに、台がありまして、まあ、台がちょっとあると靴脱ぐときにちょっとこう手を添えたりしながら、脱ぎやすくなったりなんか飾ったりすることもできます。はい、玄関から今入ってきましたという形で、これもバシャンってやると今ちょっとあの電源入れてませんけどオートロックでニヤーっとあのロックがかかるようになります。で玄関入ってこちらの方がウォーキングの収納になりますね。こちらが先ほど言ったようにちょっとこう台になってますけど、こういうものがちょっとあると手をつくときにちょっと手をつけれますし、ここでこう靴脱いだときにこうフラフラしないのですごくいいのかなと思いますね。で上がったところにちょっとまあこうギャベなんか引いたらすごくいいのかなと思いますね。で1階がですね、主寝室、クローゼット子供部屋になってますので入ってるこちらに来ると、まあ、子供部屋という形になりますね。まあ、今はですねちょっとした椅子が置いてあるんですけどこういう空間になってます。そして外に向かってこう光が入る。でもう一つこちらにも窓があるという形ですね。部屋っていうのは一つポイントがありまして、窓と窓が必ず2つあるといいです。でなぜかというと風が入って抜けるからですね。で設計的にこういうことはできなければ階段、廊下とか階段を通して風を抜けるっていう工夫がありますけども、基本的には部屋には必ず2つ窓があるといいと思います。そうすると窓の、部屋の位置っていうのは、角であったりするところに配置するといいのかなと思いますね。 2方向に対して、例えば、南と東とかですね、南と西とかっていうふうに形でこう分けられるといいと思います。で今回そこからですね、共有のウォーキングクローゼットになります。お子さんの方の部屋からこちらに入ってきて共有のウォーキングの収納ですね。ここにこう押し入れの中段枕棚があったり、こちらに服をかける場所があります。まあ、これだけ約2メーターぐらい、服をかける収納がありますので上下合わせてですね、薄物でしたら200着ぐらいは優にかけれると思います。まあ、長いものですね、コートとかいろんなものがありますけど、そういうものを踏まえて、あとは上にこうカバンのものとかなんかちょっとしたものが上にこう置けるようになります。でそのままこっち来ていただくとですね、はい、主寝室の方になりますね。主寝室も同じように窓が2つあって、逆にこちらの方は掃き出しとなって外に出られるようになってますね。はい、大体3メーターの4メーターの空間が大体4畳か5畳ぐらいの空間になります。でいつも、ショップラインというこの、電気の、このレールっていうかですね、こういうものをつけてですね、こういう、照明がですね取り外し可能になりますね。はい、こういうものをこちらの方に、こうつけてですね、カチャンとやると、はい、電気がつけるようになります。こう要は移動できるものの照明を、よく使うことによるで、必要なところに必要なだけ照明を足すこともできますし、必要なければ減らすこともできます。はい、そんな形になってますね。で、いつも使ってる壁に関してはモイスの壁を使ってますね。はい、これすごくあの調整性が良くてですね、湿気を吸ったり吐いたりします。はい、よく見るとなんかプツプツってありますけど、これがあの要は火山灰を圧縮した板になりますので、非常に、呼吸することが、しっかりできますから、あの体にもいいと思います。でこちらからこう出ていただきまして、廊下になるんですけど、廊下の壁は、シナ合板のメスカシ張りになってまして、ここだけちょっとモイストは違う、素材感になってますね。ちょっとメリハリを良くしてます。で
いつもこう扉を開けても何もない。けどその奥には実はトイレが見えますね。はい、トイレが見えます。トイレは見えないように奥まってて、必ずその先に窓があって、窓を開けたらこう換気ができるようにスーッとなります。だからまあほとんどトイレ使う時以外は扉閉めなくていいと思いますね。あとは窓を開けて換気のためと明るさのための窓を設けておくといいと思います。ちょうどこう私がこう座ってですね、こうくつろげて景色を見てもいいような高さになってますね。